はい、こんにちは、めチャンネル。こんばんは、めチャンネルです。ですね、今、大飼育してるオオクワガタの幼虫がいるんですけど、生きてるか心配で割、まあ、ちょっとだけこう割ってみて、まあ、無事生きてたんでいいんですけど、その時に、全然かじってない材の部分、余ったんで、なんか、ちょっともったいないなと思って、結構厚みがあったんで、これ3段セットを作ってみました。もう産んだら儲けもんみたいな、儲けがあるみたいな感じで、もうめっちゃ雑なんで、産んでも産まなくてもどっちでもいいんですけど、使うメスが箱谷さんのオオクワガタメスですね。これは去年にちょっと産卵させようとしたんですけど、産んでくれてなくて、もう交尾とかも結構前ですけどさせたんで、多分まあ大丈夫でしょうということで、まあ産んだらいいなみたいな軽い感じで今回はやってみたいと思います。ほんと材ももうこんなんなんで、はい、という感じで今回の動画を終わります。さようなら。